やべ、ラジオ体操。そうね、しばらくラジオ体操はお休みしないとね。よし、オートに向けて出発だ。はい、スバル君。出発。と、そんなこんなでハプニングはありつつ、久方ぶりのオートでござい。なんだが、すごい人だかりですね。お姉ちゃんたち、すごいね。あの夜の盗賊団をやっつけちまうなんて、ほんと感謝してもしきれないな。主人の仇を討っていただきありがとうございます。いえ、そんな、その通りかかっただけで、みんなが安心できたならそれでよくって。ああ、エミリアタンがしどろもどろに。それにしても、随分と皆さん耳が早いんですね。助けた方が伝えてくださったんでしょうか。あいつらがそれだけ悪い奴らだったってことか。こんな大ニュース扱いされるとはな。俺はほとんど何にもしてないわけなんだが。本当にありがとうございました。皆さんとても安心していらっしゃいます。え、おお、いやいや、それほどでも。その格好、シスターさん？突然すみませんでした。皆さんのご活躍を耳にして、ぜひお礼を言いたいと思ったものですから。私も夜の盗賊団の被害に遭われる方が増えるたびに胸を痛めていたんです。でも皆さんのおかげで、これからは彼らに怯えることなく過ごせます。感謝してもしきれません。なあ、ソーサ、シスターの言う通りだ。本当にそうだわ。あの、エミリア様ですよね。ありがとうございました。その、でも私は当然のことをしただけだから。そう言わずに、エミリアだ。ここはさっきと一緒でアピールチャンスだよ。にっこり笑って、はい、ビクトリー。ビクトリーって、もうスバルのバカ、今ここですることじゃないでしょう。とにかくみんな、エミリアタン、あ、いや、エミリア様をよろしく。この子に清き一票。ではエミリア様、スバル君、レムは宿の手配をしてきますね。おお、頼むな。レム、なんたって次期国王がお泊まりになるんだ。とびっきりの宿を手配してくれ。うん、こーら、レム、スバルの言うこと真に受けちゃダメだからね。いつもロズワールが使ってる場所があるでしょ。そこで十分なんだから。スバル君、ごめんなさい。レムもスバル君の言うことを聞いてあげたいんですが。そんな申し訳なさそうにしなくていいよ。だいたいロズワールがいつも使ってる宿だって十分以上に高いとこだろ。俺はエミリアタンとオート巡りしてるよ。ちょっと挨拶したい相手もいるしな。わかりました。エミリア様、スバル君をお願いします。え、任せて。スバルから目を離さないでおくから。普通心配される立場逆じゃね。おお、すげえ、なんか懐かしいな。そうそう、こんな感じだった、オートってさ。ということでエミリアタ、久々のオートでどっか行きたいとこある？久しぶりといえば久しぶりだけど、前の
スバルと初めて会った時からまだ1ヶ月くらいしか経ってないでしょ。そんなにはしゃがないの、うん、そう言わないでよエミリアタン。もちろんエミリアタンと過ごした時間は飛ぶように過ぎていったけどさ。久々の王都をエミリアタンと満喫したいんだ。だから楽しんでいこうぜ。はいはい、でも私は大丈夫。それよりスバルの方こそどうなの？行きたい場所ズバリある。それってどこなの？男と男の約束を果たすのさ。てわけでエミリアタンがいいなら俺の用事に付き合ってくれる？ええ、いいわよ。それじゃあ一緒に行きましょう。オッケー、じゃあ目指すは顔の怖い店主の果物屋だ。商業街に行くのかい？だったら向こうだよ。エミリアタン、こっちだ。商業街に行こう。はいはい、慌てないの。ほら、手をつないでいきましょう。カドモンの店なら向こうだよ、兄ちゃん。おお、ここここすげえ懐かしいな。この辺りにスバルがお世話になった人がいるのよね。そうそう、いわゆる第一村人ってやつ。もうすぐ感動のご対面ってわけだ。じゃあちゃんとお礼を言わなくっちゃね。ああ、あと俺が無事に生きてる報告もね。そんな心配かけちゃってたの？あのさエミリアタン、いろいろと複雑なんだけど、これやっぱやめない？絶対にダメ。どうせスバルのことだから、人が目を離した隙におかしなことするに決まってるわ。王都にいる間一人歩きは許しません。だから手も離してあげないの。わかった？いやでもさ、お手手つないでってのはさすがに子供扱いすぎるんじゃないかなって。そういうこと言うんだ。村でデートした時はあんなにつなぎたがってたのに。あの時は心と体の準備が万端だったけど、今はできてないの。手汗すごいの。夜の盗賊団を退治した御仁に言うのもあれなんだが、いい加減人の店の前でイチャつくのはやめてくれねえか。客が寄りつかなくなったら困んだよ。つれねえこと言うなよ。せっかく約束を果たそうって意気込んできたのに、それをさっぱり忘れたくせしやがって。俺にとっちゃ初接触の異世界人、その恩返しに来たってのに。さあ言われてもな、一ヶ月前にチラーっと話したってだけなんだろ。そんなこともあった気はするんだ。スバルは無茶言わないの。ご主人も無理なんてしないでください。お世話になった人に挨拶したいって言うからついてきたのに、まさかそんな一方的な口約束だったなんて、もう信じられない。男が交わした約束を反故にしようなんて甘やかしちゃダメだぜエミリアタン。高望みしないの。お店の人が一日にどれだけ多くの人を相手にすると思ってるの？エミリアタン、過大評価は時に相手を傷つけるぜ。こんな顔怖い店主の店が繁盛してるわけねえって。だい、ごめんなさい。おね、耳引っ張んないで。反省。はい。その無様さで思い出した。無一文の坊主だ。買い物もしないで帰った恩知らず。どこで思い出してんだかはともかく、
その恩返しに来たんだって言ってんだろ。え、怒るな怒るな。それにしてもまさかあの盗賊団を任した一員があの坊主だったとはね。ほれ、約束してたリンガだ。何個買うんだ。今は1個でどうか2枚ってとこだが、英雄様だ。少し負けてやってもいいぜ。ここはでっかく10個といこう。約束の超過分支払いだな。負ける必要なんてねえよ。って何財布出そうとしてんの、エミリアターン。どうしてって、お金を出さなきゃ代金が支払えないでしょ。近くて、エミリアターン。おいおい、連れのジョーちゃんに金払わせんの。そりゃちょっと解消なしって話じゃねえんじゃねえの。あんたどこの野郎、今俺払おうとしてたじゃねえか。どこに耳くっつけてんだって。怪しすぎる。俺の故郷ならハロウィンでも職質の嵐だぞ。そりゃいくらなんでも言い過ぎだろう。おっさんでも傷つく。ん？ハロウィン？これある。何を遊んでおる。わらわを放っておくとはいい度胸じゃな。おっと姫さん、悪い悪い。ちょっと見逃せない場面に出くわしたもんで、ついつい。たわけ。それが言い訳になるものか。貴様、わらわの道化である立場を忘れるなよ。でなくば首と胴が泣き別れするものと思え。